い、こんにちは、新馬 TV へようこそ。本日は、12月15日ですね。昨日ついにドラゴンボールスーパー映画版、ブロリー公開されました。映画ドラゴンボールスーパーブロリーから敵役ブロリーの紹介になります。アルティメットソルジャーズムーブ1、この後に悟空とベジータも出てきます。で、今週末ですね、ワールドコレクタブルフィギュアも出ます。そっちもね、多分人気するとは思いますけど、はい。で、こちら今ブロリーですけども、アマゾンの萌えアニメグッズ部門のベストセラー1位になってます。通常ね、フィギュアで私だったら出すんですけど、最初に登録された方がアニメ萌えグッズで出してるみたいなんで、まあそちらの方が1位取れやすいっちゃ取れやすいかもしれないです。で、お値段の方がですね、現在アマゾンの方で最安値が1880円、送料込み、まあ大体底値かなっていう気がします。おそらく2000円前後にはなるんじゃないですかね、今後ね、はい。まあ、うちの方も若干数仕入れてますんで、まあヤフオクショッピング、ゼンマーケット、アマゾンの方に。で、これまた買い取りたくさん出てるんで、買い取りはできると思うんで、もしかしたら開封してみるかなっていう気もしてます。はい、まあ、いつになるかわからないんですけどね。まあ全国の劇場で公開されてるんで、多分初登場1位ぐらいにはなるんですかね。まあいずれにしても非常に気になります。シナリオの方はどうなんですかね。鳥山さんが直接絡んでるんで、うん、なかなか面白いんじゃないかなと期待しております。はい、ただね、この辺は、映画館に行くのが非常に時間かかりますんで、車で1時間ちょいですかね。ですんで、年末進行で私も忙しいっていうのもあるんで、映画館に行くのはちょっと厳しいかなっていう気がしております。もうね、劇場公開と一緒にネットでも配信していただければなと思うんですけどね、劇場行くぐらいのお金は払うんで。ヤマトとかねはもう同時配信なんで見えるんですけど、まあその辺が非常に残念です。まあいろいろ権利的なものもあるんでしょうけどね、映画館の運営もあるでしょうし、まあなかなかいろいろ難しいです。まあ、1年ぐらいしたらフルかあの辺で配信してくれるのかね、そんな感じがします。で、本日はですね、吉備中央町竹庄新谷地区ですね、そちらの、神楽があります。ですんで、その撮影に行こうかなと思ってます。まあ当然今日も多分商品来ると思うんで、アップは基地台なんちなかアップできると思いますんで、わあ、これももしかしたら入るかもしれないです。まあ、以上そんなところです。もしこの動画がよろしければ、高評価拡散をよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、新馬 TV の動画をお送りしました。この番組は電脳やるずら2号館の提供でお送りしました。